誰かに愛を伝えるために言葉が生まれたと知ったなら、それはとっても素敵なこと。今すぐ君に伝えたい。初めて君が教えてくれた誰かを愛するということ、それはとっても素敵なこと。世界を変えるミラクルさ。例えば雨が降る日もおはようって笑い合えば、君と僕の間に小さな虹が描けるよ。生まれるずっと前から繰り返してきた愛の形、それはとっても温かくて、なんだかしょっぴり切なくて、どんなに暗い夜でもいつかは朝が来るから、君と僕の日からで小さなまで、もうそれは響いてゆくんだよ。